2番の中川腰を上げていきますが、ここはスピードで一気に4番の瀬戸晋作かまし切りました。マーク7番の吉成浩一、3番の河原田まで3者引き切りまして、2番の中川が車間が開いて4番手、宮本が6番手、先頭から3番手まで九州勢です。この九州勢で上位独占決まったかどうか。先頭かました4番の瀬戸晋作、マークは7番の吉成浩一。4コーナーから直線でどうやら九州勢ワンツースリー体制は、番手から7番の吉成浩一が追い込んでの合輪です。お疲れお疲れ、かましすぎやな、ちょっとイラッとするかお前のかわし方なんなあのかわし方、よかった離れたよ、分かったね、お前のおかげ、いやいやいや、なんとなく意味は、彼ね、もう後ろ、あ、後ろというか前でかけてた選手をこう見る余裕もあった。あ、そうですね、はい、はい、実際こう瀬戸さんのかますスピードはどうでした？あ、もう普通にできれると思いました。あ、もうほとんど仕事することもなくて感じです。そうですね、もうかましたら誰も来ないかなと思って。 かなりね、後方がもう車間空いてましたし、もう前回、はい、福岡の竹本くんですかね、はい、あの時はちょっとかわせなかったんで後ろ見すぎて、今回は抜きたいなと思います。まあしっかり捉えてちょっと思った以上に、はい、車の隅が良かったな。ホームから出るスピードは良かったです。いやきついですね、なんか、はい、出だしは良かったですけど、はい、3コーナー向かい風、あそこでもうスピード落ちちゃった、ニュートラルに入れられなかったですよ、はい、それで4コーナー踏み直せなかった。まあでもラインで決めれたのは良かったですね。